中高年必見、確実に痩せる、膝に負担がかからないスクワット。椅子を用意します。椅子の背もたれに手をかけます。そのまま背筋を伸ばします。これぐらいの距離で手を伸ばして椅子がつかめるぐらいに保ちます。そのまま座ります。上げます。座ります。上げます。これでも膝が痛い方は、ちょっと足をですね、肩幅よりちょっと広めに開くと足の負担が少ないです。これで30回やってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、休憩。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、休憩。21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、これを、自分の限界プラス3回やってみましょう。以上です。